皆さんこんにちは、デミーロです。ということで今回は無印良品の収納ボックスを使ってグッズ整理をやっていきたいと思います。デミーロの部屋はそんなに広くないのでクローゼットの一角をグッズコーナーにしてるんですけど、まあご覧の通りマジでめちゃめちゃ今汚いんですよ。主に100均のを使ってて、100均のやつが廃盤になっちゃったの、めっちゃ気に入ってたのが。だからもうごちゃごちゃなので、今回は全部もう無印様に変えていきたいと思います。まずはこちらなんですけれども、ポリプロピレンケース引き出し式横ワイド薄型、こちらの高さ9センチですね。これがこのねサイズ感の缶バッジをしまうために購入してます。こちらの9センチの引き出しの方の中は、こちらはねセリアで購入したんですけども、このね4センチ幅の仕切りの方で中を仕切っていきたいと思います。中に仕切り入れたんですけど、一袋の3枚だとちょっと足りなくてここまでしかできなかったんですけど、とりあえずねこの 56mm の缶バッジがこの四角の中に10個入る感じになって、ちょっともうちょっとパンパンに入れてもいいんですけど、少しね余裕を持たせたいので、余裕を持たせて入れるとねここで10個は入ります。で5列で3個なので、こちらで150個はこの缶バッジが入る計算になるので入れていきたいと思います。ただね少しスペースが空いたので、このロング缶バッジも入れていきたいと思います。まだね全然入る。あと乾燥剤もね一応入れてます、なんとなくね。これが入らなかったのでちょっと仕切りを倒しました。こんな感じでめちゃめちゃ綺麗に入ります。続いてはこちらなんですけれども、こちらもポリプロピレンケース引き出し式横ワイド薄型の、こちらが高さが12センチのものとなっております。こちらはねこのジャンショのコレクション缶バッジと、あとはトレカをねこれにいっぱい入れようと思うので、早速ねこちらの方も収納していきます。引き出しの中の仕切りなんですけど、高さがね12センチの方はこちらのね6センチ幅のものを、これはダイソーで購入しているので、この仕切りをね入れていこうと思います。仕切りを入れたんですけど、このサイズにはねこのジャンプショップの 75mm の缶バッジと、あとはこの 65mm の缶バッジが一番小さい棚には入らないので、こちらをね入れていきたいと思います。一つのスペースに全部でね15個入るので、このサイズの缶バッジだとこの引き出しの中にはね120個収納できるということになってます。入れていきましょう。はい、という感じで入れてみたんですけど、こんなにいっぱい入ります。これもねまだまだねいっぱい入るので、グッズいつでも来てくださいって感じですね。あともう一段のカード用の方なんですけど、結構入ったのでねもう入れちゃったんですけど、この中にはちょっとこういうねアクリル系のこういうカードだったり、あとはジャンショのマグネットのカード、この間のクリアカードとか、あとはねカフェでもらったちょっとこういうのとかも全部取っといてあるんですけど、こういうのもねここにカフェ系の特典とか、あともらった特典系を入れちゃってますね。あとこっちは食玩ゾーンにしたんですけど、ビニール破かないでこのまま入るので、こういうね大切なカードとかは100均で買ったケースに入れてここに収納できたり、あとニフォルメーションウェハースのカードとかもね、ちょっと大切なのはこのケースに入れてるんですけど、ジャンショのこれとかね、カードとかをねファイリングする手間がなくなるのでこのまま入れて大丈夫なので、ちょっとこれはカード入れにかなりいいんじゃないかなって思っております。そして引き出しシリーズこれで最後ですね。ポリプロピレンケース引き出し式横ワイド深型、こちらの高さが 17.5 センチのものとなっております。ここはねかなり大きいので、もうねアクスタとかちょっと長めのねグッズを入れてこうかなって思ってます。こういうちょっとね使ってるアクスタの殻とかも全然入るので、という感じでね、手持ちのねアクスタ多分おそらく
ほぼ全部だと思うんですけど、まだ集めきれてないのもあるかもしれないんですけど、入りました。こんな感じで、かなりね、いっぱい入りますけど、まだまだ余裕はあるので、これもめっちゃいい。続いてはこちら。小物収納ボックス3段ということで、こちらには、このジャンプショップのね、アートコースターが入るサイズになってるんですけど、なんとこっちね、今片側が90枚入ってるので、真ん中に仕切り入れて、なので180枚はね、まぁ、ちょっとスペースあるんですけど、最低でも入る感じにはなってます。で、こちら3段あるんで、他の2段なんですけど、もちろんこのカフェとかでもらうこの丸いコースターもしっかり入りますし、あとはこの間開封したセリアのこういうコースターも入ります。で、もうコースター結構いっぱいになっちゃったんで、あとはこの100均でね、買ったブックマーカーを仕切りにして、こういうステッカー類だったり、あとはアテンションステッカーとか、こっちにもね、違うステッカーを入れてます。続いてはこちらファイルボックススタンダードタイプ A4 用ということで、名前の通りこちらにはね、クリアファイルの方を入れていきたいと思います。こちらはね、もうご覧の通り、もう入るっていうものじゃないっていうぐらい、かなり入ります。こういう感じのちょっと小さめのね、ものだったり、あとは普通にクリアファイルもね、こんな感じでもうこのまま入れられるので、かなり便利です。続いてはこちらになります。ファイルボックスワイドの2分の1サイズということで、先ほど紹介したファイルボックスのこの短いものになってますね。この下の段には、これもね、100均で買ったブックマーカーを入れて、ここにはね、ジャンプショップのバースデージオラマを入れてるんですけど、今数えたらまだ隙間があって、ここに30個は入ってるので、まだね、結構入りそうです。こっち側に、バースデー缶バッジも一緒に入れてますね。きっちりと入るサイズなので、バースデー系もこれにまとめたらすごくいいんじゃないかなとは思います。もう一段の方には、このポストカードとかを入れてて、この引っかかってるポストカードの上とかをあんまり折りたくないんで、これをね、このままここに入れてますね。あと、大きいシールとかもこっちに入ってます。あと、フレークシールとかもね、割と、場所取るので、こっち側にはフレークシールを入れてたり、あとはステッカーのちょっと大きいものだったりをこっち側に収納しております。元の場所に設置して、こんな感じになりました。じゃん。めちゃめちゃシンデレラフィットです。あとはね、余談なんですけども、ぬいちゃんたちはこんな感じでね。この中に入れてるのと、あとは横の、これは100均の300円ぐらいかなのケースなんですけども、ぬいちゃんたちはね、この中に入れております。一応ね、なんかぬいのケースはちょっとね、虫とかついちゃったら嫌だなって思ってるので、こちらのね、防虫防カビ剤っていうのを一応入れてます。っていう感じでね、収納してたんですけど、マジリスさんこういう感じでね、かなり綺麗にケースも重ねられますし、あとはもう本当にね、入る容量が半端ないんですよ。全然もうこれだけ入れても空きがあるので、これでね、かなり収納力も増えたとは思うので、まだまだね、グッズの方はね、購入していきたいと思います。皆様もね、グッズ整理困ってる方いたら参考になればと思います。ということで次は呪術廻戦カフェ行ってくるので次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。